ヤン・ヘンドリックス・スヘルテマは、オランダで生まれ、美術教育を受けた画家で、27歳になる1888年から、オーストラリアで活動した。1935年に、オーストラリアの市民権を得た。スヘルテマ作、オーストラリアの風景デンハーグで生まれた。父親は、軍人で、1872年に退役した後、ロッテルダムで役人となり、 1876年からは、ロッテルダム近くのゴーダに住んだ。スヘルテマは、ゴーダの画家、ベルテルマンに絵を学んだ後、1880年から、ハーグの美術学校で学び、1882年から、アントウェルペン王立芸術学院で、人物画、動物画を得意とするシャルル・ベルラに学んだ。オランダでは、肖像画家として働いた。1888年に、 オーストラリアに渡り、7月からメルボルンに住んだ。ビクトリア州芸術協会に加入し、チャールズ・コンダーや、トム・ロバーツといったオーストラリアを代表する画家たちと並んで展覧会に出展し、イタリア生まれの画家、ローランドのアカデミーで教師として採用されるのに、尽力し、ローランドが病気が重くなり教えられなくなると、アカデミーの学生の指導も言った。オーストラリアでは、 人物画の他に家畜のいる風景画を多く描いた。1917年にメルボルンの女性と結婚し1935年にオーストラリアの市民権を得た。ありがとうございます。